神がみんなをびっくりさせるのはこれからだよ。練習始めよう。練習。とりあえずすぐにビックラポンしてくれそうな人から始めるの。手分けでいたずら初級編。まずはゆきぴょんを超びっくりさせてみよう。パフパフ。油断は禁物、もつ煮込みだよ兄ちゃん。簡単そうに見えても猿は木の棒にぶち当たるって言うし。ゆきぴょん、犬が苦手だよね。だからこの部屋に子犬を連れてきてペロペロさせるの。どう？じゃあ合宿所の裏山にいる超凶暴なクマを連れてきて目の前で鮭を取らせるとか。そっか、難しいんだね。やりすぎると気絶するかもだし、ちょびっと驚かせるには。もっともっと手伝ってね。